はい、皆様、今回もナチュラリウムタイムスをご覧いただき本当にありがとうございます。ジェーンです。さて、この水槽ね、 ADA の30センチキューブ水槽となりますが、根っこの水槽ですよ。水上部分にあるたくさんの観葉植物の根っこ、そして今まであまり映してなかったんですけど、こちらジャワモスっていうモスなんですけれども、ちっちゃい塊をねポンって置いてたんですよ、何かに巻きつけて。そしたらこんなにワシャワシャと大きくなりました。ほっといてこうなったので、結構いい形だなって思ってるんですよ。意外とね、手を加えずにトリムせずに置いて育った姿、自然樹形というか、樹じゃないけど自然モス系がいいなぁと思っておりますが、さあこの根っこですよ。この根っこがね、やっぱりすごいインパクトを持ってるのかなぁと思いますけれども、以前の投稿でね、この根っこが水槽の前面まで思いっきり覆っていたので、大きめの石で奥の方に追いやったというお話をしました。他の水槽はどうかというと、意外とね、今水草が繁茂しております。 CO2 添加なしですが、水草を育てたいという願望が湧き上がってきたので、水上の観葉植物もしっかりなのですが、水中の水草も育てたいと思って、ちょこちょこと地道に頑張っている次第でございますが、今回はこの30センチキューブ水槽も一つね、変化があったんですよ。このキューブ水槽がやっぱり一番観葉植物が茂っているんですね、周りの水槽へも影響があるぐらい観葉植物が茂っているんですが、その ADA 30センチキューブ水槽の中身っていうか、水中でね、どんな風に水草を育てていこうかっていうのを考えて、この間アクアショップ行ったんですよ。で、私個人的に陰性植物が好きなんですけれども、その時も陰性植物を探して行ったんですがね、なかったんですよ。でもその代わりに ADA のワビクサカレンというのが特別に安くなっていたんですね。これは惹かれてしまいましてね、私そういうのに弱いんですよ。ご覧ください、今真ん中に見えているのがワビクサカレンですけれども、俵型でね、根っこが出ていてポンって置くだけなんですけど、今写真出てるのは参考までに、今まで根っこしかなかった時の水系です。これはこれでジャングル感があって良かったんですけれども、根っこは今背面に追いやられて、そして前面の方には水草が若干見えるという、そういう感じですね。これが買ってきた当初のワビクサカレンの様子です。はい、根っこが下にあるので、ちょっとソイルを穴掘ってそこにポンと置くだけで有形層が育ってくれるよっていうやつでね、本当は CO2 添加した方が水草はいいと思うんですけれども、あいにくそういうところまで手が回らないものなのでしょうがないね、CO2 の液体とか、あとタブレットを使用してなんとか様子を見ていますが、まあね、そんなのはあんまり効果ないんでしょうけど、今までも何度かワビクサは使ってまして、すごいいいんですよね。私個人的にすごい好きで、手軽に育成できる有形草っていうイメージがありましてね、 CO2 なくても意外とうまくいったりとかもしております。エビちゃんの水槽とかでもね使ってたんですけれども、これもぐんぐん伸びて根っこと一緒に伸びていってほしいなと思っております。
私の想定では上からも下からもダブルでジャングルネイチャー、こんな感じですね。具体的になんていう種類の水草が入っているのかと聞かれますと、わかりませんわかりません。でもパッと見てわかる方もおられるでしょうね。有形層に詳しい方はおられると思います。ちなみに右の手前にあるのはピニャティフィダなんですけれども、これ一回全滅してで復活したと思ったら、ピニャティフィダの特徴であるギザギザの葉っぱが全然ギザギザがなくなっちゃってね、ストレートの葉っぱになっちゃったっていうよくわかんない現象が起こっておりますけれども、まあそういうこともあるでしょう。今後成長していって変わるかもしれませんから見ときます。ではしばらくこの水景をご覧ください。水景と言っていいのか私はまだ疑問ですが、このいかつい根っこと優しい緑の2つの共演をね、ちょっと見ていただければと思います。はい、こちらは水槽の上部から映したワビクサの様子とお魚たちなんですけれども、上から見ると根っこが目立ちませんね。水草が下の方からわさーっと生えていってくれればなって思ってますけれども、これは正面から見た様子なのですが、この境目がなんかワクワクするというかね、ゾクゾクするんですよね。なんだろう、人間の探求心とか好奇心を刺激してくるような、なんとも言えないこの空気感、冒険したくなりますね。そしてこの緑はやはり癒しですよね。なんと言っても癒しです。この共演がなんとも言えませんが、緑がね本当に生い茂ったら面白い光景になると私は思っているんですよ。根っこだけでもねだいぶ面白かったんですけれども、そこに緑が加わるのはねかなりユニークなアクアリウムになるんじゃないかなと、そんな気がしてならないんですね。そのためには CO2 添加しろよっていう声も聞こえてきそうな気がしないでもないんですけれども、 CO2 のね機械とか買うのがちょっとあれなんであれなんでって何ですかね。そう、コスト面がそのゴニョゴニョゴニョなのでなんですが、皆さんちょっとご覧ください。以前ご紹介したこちらはベタメスの、お名前は黒目ちゃんですけど、この子の水槽ちっちゃいんですけれどもね、他の水槽からトリムしてきた有形草をソイルにブスブスっと刺していったやつが結構繁茂してるんですよ。緑してますよね。これ CO2 全く添加してないんですよね。だからまあ他のエビの水槽とかも全部そうなんですけれども、CO2 添加したらよりよく美しく育つんだと思うけど、なくてもなんとかなるかなっていうそんな気はしております。今回は ADA のキューブ水槽の進展についてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。少しでも皆様の心に残ったような、何か心を刺激したようなシーンがございましたら、グッドボタンを押していってもらえるととっても励みになります。
そしてコメントの方もぜひぜひ残していってください。励みになりますよ本当に。そして最後にというか最後から2番目なんですけれども、チャンネル登録がまだだよという方していただけるとね本当に嬉しいんです。毎日チェックしてます。で増えてるとよしありがとうございますと言っております、一人でそれぐらい嬉しいので、まだだよという方はぜひぜひチャンネル登録ボタンを押してください。そしてメンバーシップ制度も、前からご案内してますが始まっております。いろいろ特典があります。この動画に関してもメンバーシップに入っている方は入ってない方よりも先にアクセスできるという特権がございます。なのでいろいろあるんでね、もし興味がある方はメンバーシップのところを確認していただければと思います。では今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。